広島市の郊外にあるごく普通の公営団地。そこに暮らすのは広島に生まれ幼い頃から剣道をたしなむ大和なでしこの母と、So I'm father of the eight children. 南半球オーストラリアで生まれた外国人の父、二人の間にはなんと、イケメン七兄弟の子供たちが。その生活を覗いてみれば、父がオーストラリア人の大家族だけに食事の基本はフォークとスプーン。会話は全て日本語と思ったら、あれ？今度は英語で会話？会話は日本語と英語はごちゃごちゃ。ごちゃごちゃです。しかし、英語の方が苦手。俺はってか喋れんすこいつは。兄弟の中には英語を喋れない人もいて、話せる人と話せない人は約半々。しかも外国人のお父さんはほとんど日本語を話せない。こんなんで家族のコミュニケーションは大丈夫なんでしょうか？もちろんバッチリコミュニケーション取れてます。せーの、みんなイケメン大家族はとにかく賑やか。よく食べてよく遊ぶ元気いっぱいのスーパー家族。喧嘩もするけどとっても仲良し、ノリもバッチリ。さらにこの大家族、生き物が大好き。飼っているペットは鳥、虫、魚13種類で47匹。新しい発見、発見が、そういうのが楽しい。そしてイケメンはピアノが似合う。イケメンは身だしなみが一番。さらにスポーツ万能で、お経も読めて、おばあちゃんが大好きで、家事仕事は手際がよく。時にはイケメンがイクメンになることも。そんな彼らにも人知れず苦労がありました。この子たちはオーストラリア人なんで、半分例えばいじめられたりとか、そういうこともあったのかもしれないですけど、それはもう兄弟同士で助け合ってやってたようなので、そういう面ではたくさん産んでよかったなといつも思いました。苦労を乗り越えるために育んできた家族の絆。そんな兄弟が母に送ったサプライズ誕生日。その時母が見せた涙の訳は、全てまとめて激闘大家族スペシャル。お父さんは外国人、イケメン7兄弟1女、10人国際結婚大家族、日本で育む家族の絆。広島市の中心部から車でおよそ20分、阿佐南区の小高い丘の上にある県営団地の5階にその大家族フォーサイス一家は住んでいます。早速お宅にお邪魔すると、こちらが大家族のお母さん、幸子さん51歳。小学校の PTA 会長も務めるしっかり者のお母さんです。それではお母さんにイケメン大家族を紹介していただきましょう。はい、どうぞ。こちらの部屋にいますのが、まず長男のアリマ・アーサー・ドレイトン20歳です。長男は動物好きです。動物の面倒もよく見ますが、弟たちの面倒もとてもよく見てくれます。お母さんっぽい面倒の見方をしてくれます。こちらが次男のオリト・オスカ・ジョージ18歳です。
オリとはちょっと厳しいながらもとっても弟の面倒をよく見てくれます。どっちかというとお父さん的な面倒の見方をしてくれます。とても頼りになる次男です。で次がこちらです。今来たところ帰るんですけど、こちらに来てください。ここが三男と四男の部屋です。この子が三男の右京ブローディーバートン16歳です。昔は甘えん坊なとこもあったんですけど、高校生になってからすごくしっかりしてきて、陸上も頑張っていて家族のムードメーカーです。こちらが四男の英之助ネルソンチェディです。今のところは思春期だと思ってます。何か一生懸命になることが早く見つかればいいんですが、きっとすぐ見つかるとは思うんですけどね。でまだまだうちには子供がおります。ちょっとまたこちらに来てください。こちらの部屋にいますのが五男の伊吹アイザック・レナード12歳です。この子はごく優しくって努力家で、家のお手伝いも一番よくしてくれる子です。とってもいい子です。六男のアオバ・アルバート・アトラス10歳です。この子は運動神経がすごくよくってサッカーがとっても得意です。家族の人気者です。で一番端っこにいるのがうちの末っ子の7男のウリュー・ジーラ・スコット・マック・ジェームスです。7歳です。で一番末っ子なのでちょっと甘えん坊です。みんなにとっては赤ちゃんなんだけど、でももう2年生だからちょっとしっかりしてきたとは思いますが、みんなで可愛がってます。とってもいい子です。実は一番上に長女のイオリがいます。イオリ・フランシス22歳。彼女はオーストラリアの大学に行ってて今オーストラリアに住んでます。でこちらが主人のジェームス・スチュワート・フォーサイス57歳で、普通はジムと呼んでおります。イエス、はい、私が7男1女の父ジム・フォーサイスです。お母さんとお父さんの馴れ初めは今から24年前、お母さんがオーストラリアで日本語教師をしていた時、その生徒だったご主人と出会ったのがきっかけ。その後娘の国際結婚に反対するお母さんのご両親をやっとの思いで説得し、1年後に結婚。次の年長女のイオリさんが誕生。どうしても3姉妹の子供が欲しかったお母さん、その後も子作りに励みますが、生まれてくるのは次から次へと男の子ばかり。あれよあれよという間に7男1女10人の大家族になったのです。何年でも男の子ばっかり出てきました。まあ嬉しかったですけどね、子供は可愛いから。でも女の子だったらもっと嬉しかったと思います。いやお母さん、男の子もイケメン揃いでよかったじゃないですか。そんな大家族豊斎助の春から夏に密着しました。私たちが最初に伺ったのはまだ春も浅い3月の早朝でした。ウェイクアップ、ウェイクアップ、 A 君、 ウェイクアップ、ウェイクアップ、豊斎助の朝はこの声から始まります。ウェイクアップ、ウェイクアップ、あらお母さん、フライ返しで子供たちを起こしています。この後もちろんお料理にも使ってます。その朝食を見てみると、この子はご飯、この人はヨーグルト、こちらはご飯に納豆を手巻き風に食べています。というふうにメニューはバラバラ。朝は思い思い食べたいものを食べるのがフォーサイス流。そしてイケメン大家族ならではの朝の風景、お金ね、トイレの争奪戦ならぬ一つしかない鏡の争奪戦が繰り広げられているんです。鏡よ、これしかないんだ。ああ、ワンオンリー争奪戦、俺は使いたい。
少ない持ち時間をフルに使ってイケメンに磨きをかける子供たち。うん、決まってる。こちらもすっきり。なかなかのもんですね。イケメン度がアップしたところで、上の2人は自転車に乗って颯爽と出かけていきました。お父さんとお母さんも色違いのヘルメットで仲良く自転車通勤です。2人は毎日15キロの道のりを自転車で走り、仕事場へと通っています。その仕事場は広島のオフィス街にあるビルの一室。ご夫婦はこちらで会社を経営しているんです。どんな会社かというと、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなどへの留学斡旋や日本語教師の派遣、留学のための英会話教室などを業務とする会社なんです。5月下旬のある朝、再び豊祭助へ伺ってみると、すでに起きている次男の織戸くんと三男の右京くん。あれ、右京くん髪型が変わったんじゃない？2ヶ月前は長髪だったのに今では坊主頭。一体何があったんだ？実は右京くん、高校に入学して陸上競技部に入り坊主にしたんです。しかも走るたびに記録を更新し、400メートル走で県の上位に食い込むほどのランナーになったというから、これからが大いに楽しみです。髪切ったから鏡の前に立つのちょっと寂しいんじゃない？いや、もう楽ですよ。楽？慣れた気がした。正官になった坊主頭で学校へ向かう右京くん。切る風も爽やか。さて、こちらは次男の織戸くん。いいじゃないですか、鏡一人で独占できて。はい最高です。前はイケメン兄弟で鏡を取り合っていたのに、今は一人。いつもより余計にかけています。今日バイトです。大変。バイト大変ですね、やっぱり。実は織戸くん、高校を卒業してガソリンスタンドでアルバイトを始めたんです。額に汗して働く姿もイケメンですね。一方、なかなか起きてこない長男の有馬くんは夜勤明け。彼も高校を卒業後、市内のカラオケ店でアルバイトをしているんです。有馬くんと織戸くんのアルバイトの目的は一緒。お姉さんのようにお父さんのふるさとオーストラリアの大学に進学する資金を貯めることなんです。しかし、何のためにオーストラリアの大学へ？お父さんがオーストラリア人でお母さんが日本人なんだから、もう半分半分でどっちもチャンスを与えて、それで自分で選ぶと、好きな方に行くと。はい。最終的にどのぐらい？最低50万か60万ぐらい。自分の進学費用は自分で稼ぐ。これが豊祭助の教育方針であり、子供たちもそれを理解して自分の将来のために働いているんです。自分の道は自分で切り開く。さて、こちらは小学生組。支度ができて元気いっぱいに出かけます。バイバイ。5階から1階までひとっ旅。上から下までかかった時間はわずか7秒でした。一方、その頃、四男の栄之助くんは一足先に家を出て中学への通学途中。彼には毎朝欠かせない日課があるんです。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん、あ、ゆいちゃん、おはよう。おはよう。どうした、お友達は？いや、今日は来てない。来てない。まあ、元気に行ってらっしゃい。うん、じゃあ、行ってらっしゃい。バイバイ。はい、バイバイ。元気に行ってくるんよ。うん、バイバイ。栄之助くんは毎朝おばあちゃんに挨拶してから中学校へ行くのを日課にしているんです。おばあちゃん、なんかどんなとこが好きなの？優しいし。優しいの？はい。じゃあ、お母さんとかとはちょっと違う？はい、全然違う。
栄之助くんだけでなく子供たちはみんなおばあちゃんが大好きなんです。おもむさんがここ通って挨拶するってやっぱりなんか嬉しいもんですか。あ、やっぱりおるかな思って気にかかりますよね。あ、元気で行っとるな。そんなおばあちゃん、実は去年の9月に長年連れ添ったご主人の逸夫さんが突然他界。ずっと二人で暮らしていたおばあちゃんは寂しさで家にこもりがちに。そんなおばあちゃんの寂しさを癒してくれたのが毎朝挨拶していく中学生だった右京くんと栄之助くん。朝の畑仕事の時に交わす孫との挨拶はおばあちゃんにとって欠かすことのできない楽しみな日課なのです。それから2週間ほどして我々が宝斎助に伺ってみると、学校から帰ってきた栄之助くんが何やら落ち込んでいます。そして長男の有馬くんの様子も変。何か重大なことがあったのか。お母さんにその訳を聞いてみました。あの有馬のペットの金魚が死にました。金魚が死にました。そう、有馬くんが飼っていてみんなで可愛がっていた金魚が死んでしまったんです。そしてその原因を作ったのは栄之助くんでした。栄之助くん、君は一体何をしてしまったんだ。正直に言ってごらん。僕が川で捕まえた魚を一匹入れたら死んじゃいました。そうなんだ。天然の生き物を保護されて育った魚と同じ水槽に入れると雑菌が移って病気になり死んでしまうことはよくあることなんです。水槽に入れる前に一言言ってくれればよかったのに。宝斎助の動物園長として怒っている有馬くん。あの魚入れなきゃよかったなっていうのはあるのか。めっちゃ思いました。そうか、入れるときは分かんなかったな。はい、全然分かりませんでした。知らなかったでは済まされない。一体どうすれば許してもらえるのか。栄之助くんは悩みました。悩み抜きました。結局栄之助くんはお母さんにお小遣いの前借りをして新しい金魚を買うことに。しかし実際に買ってきたものは、あれ買いました。はい、ピンポンパール、ナマズです。ナマズ。なんと金魚ではなくナマズ。お目当ての金魚が売り切れだったんです。果たしてこれで有馬くんは納得してくれるのか。ナマズを持って恐る恐る家へ入る栄之助くん。長男有馬くんの反応は、あ、どうも。ナマズを見たその時、どうやら気に入ってくれた様子。機械に、あ、そうそう、この綺麗さ、なんかあれも早く入れて。ちょろっと嬉しいんじゃろ。いや、嬉しいけど熱心。やっぱり嬉しいのかな。いや、まあ嬉しい。へぇー、あれな、あれだ、見てあげてね、エイ君。生ダメって怒ってない。怒ってない。でももう入ったらもう仕方ない。有馬くんから出たもう怒ってないの一言、まさに土壌ならぬナマズが取り持つ兄弟の縁。ナマズも水槽に収まってほっとした。栄之助くんも笑顔になった。勝手にね入れてね、ごめんね。いいよ。これが仲直りです。これが宝斎助流の仲直りの儀式。栄之助くん、本当に良かったね。この後、自分の家の洗濯物の山に六男青葉も驚く。6月、梅雨空のある日。宝斎助では長男の有馬くんが雨なのに洗濯物を干していました。やっぱあれだ、家族多いからね、天気が悪くても干さないと間に合わない。そう、
雨でもあれ干さないとたまるんで。たまるんでね。はい。っていう教えがあるんです。お母さん結構厳しいね。厳しい。雨の日でも洗濯物は干す。お母さんの教えは絶対なのです。アイロンをかけるお母さんの横には、見てください、この大量の洗濯物。すごい量ですね。そうです。畳むのが大抵恥ずかしいけど1週間に1回ぐらいにして、いや今日は少ないんですよ。来られるって言っとったっけ、昨日まで一生懸命畳んだもん。育ち盛りのイケメン兄弟を抱える豊斎助、洗濯機は1日5回は回すというんですから、こうなるのも無理はありません。そんな大家族の買い物を覗いてみると、お父さんとお母さんが近くのスーパーへ買い出しに。どんな洋食の食材を買うのかと思いきや、ジムさんが手に取ったのはなんと刺身用の魚介類。お刺身好きなんですかね。刺身は好きですか。ええ、エビでもイカでも大抵の刺身は大丈夫だよ。他に好きな日本料理は。刺身で、あら、刺身、刺身、刺身、すき焼き、肉じゃが。ジムさんは日本食が大好き。これなら日本で暮らしていても困らないはずだ。買い物が終わり、奥さんは何もせず一人黙々と箱詰めするジムさん。私わざと手伝ってないんですよ。手伝ったら怒るから。あ、そうなんだ。ジムさんが触るなって好きよ。ピシッと箱に詰めたいというジムさんのこだわりだったんですね。さすが綺麗に収まりました。この3箱の食料が3日も持たないというからすごいもんです。買い物が終わって家に着くと、携帯電話で子供たちを呼んで荷物を運んでもらいます。よいしょ。というのも、家はエレベーターなしの団地の5階。重い荷物を5階まで運ぶのは結構大変なんです。でも豊斎助にはたくましい若者がたくさんいるので大丈夫。子供たちの手を借りて荷物を部屋に運びます。子供たちは運んだ食材を冷蔵庫に入れるまでフォローしてくれます。これならどんなに大量に買ってきても大丈夫です。夕飯の支度をするジムさん、なんとナイフを持ち自分でお刺身を切り分けてます。お刺身はいつでもかわしてジムさんが切り分けているんです。おお、見事に出来上がりました。きゅうりも添えてあって盛り付けもお見事。お刺身のお供にはカレーライス。何か組み合わせが変なんですが、いただきます。いただきます。グレにお刺身って組み合わせが、今日はそうなってしまいましたね。そういう組み合わせとか多いんですか。何どれはあるよ、関係ない。え、お刺身が苦手な人っているんですか。こいつ。え、それもありまくんな。キノコリンも豆腐嫌いな人おるもんね、うちにね。麻婆豆腐食べれん日があるもんね、いっぱい。誰でしたっけ、それ。え、長男。あー、長男、意外と多いで、あれは長男。でも、でもない、なんかない。あさりです。あさり、あさり。嫌いだったん。じゃあ、なんでさっき貝嫌いだったん。え、貝だろうな。え、下の二人は何か嫌いなものあるの。あるよ、売るよ。ミートスパゲティ食わん、これ。ミートスパゲティない。ダメダメ。なんでスパゲティのミートソースが嫌なんよね。あれですね、大変ですね、こうやって好き嫌いが結構バラバラなんで、そうです、スパゲティ作ったら一人が食べんって言うしね、うん、で、一人だけ違うあのソース作ったりせんといけんし、大変よね。あ、お母さんの気持ち分かってくれたんだ。ウリュウくん、お利口だね。ジュがジュンジュンで、マロー半島線。はい、楽しんできてね。バイバイ。バイバイ。家を出て3人が向かったところは近くにあるおばあちゃんの家。
これからおばあちゃんを誘ってあるところに行くというのですが。え、これからどう行くんですか、おばあちゃんと。今からカラオケに。カラオケ、はい、おばあちゃんと。はい、おばあちゃんカラオケ好きですか。実は亡くなったおじいちゃんが大のカラオケ好きで週に3回は行っていたとか。それに付き合っていたおばあちゃんもカラオケが大好きになったのですが、今では一緒に行く相手がいなくなってしまった。だから孫たちは時間があるときはできるだけおばあちゃんを誘って一緒にカラオケに行くことにしているんです。こちらがおじいちゃんの行きつけだったカラオケ屋さん。あったよ、すみません。何見てんのそれは。え、これ、あれ、じいちゃんのカラオケ手帳っていう、じいちゃんのカラオケ手帳があるんですよ。うん、片目です。これはおじいちゃんが自分のカラオケレパートリーを記したカラオケ手帳。そう、そうです。演歌だけじゃないね。演歌だけじゃないんです。おじいちゃんはレパートリーの幅が広く、演歌からポップスまで何でもこなす人だったんです。中から歌えそうなのを歌って、まあ、自分たちが歌いたいのも歌って楽しみます。おばあちゃんこれ聞いたらおじいちゃん思い出すんだよね。そんなおばあちゃんと一緒にまずはデュエットするのが恒例。ちなみにおばあちゃんの得意な歌は何でしたっけ。今は大月みやこさんの歌を習ってます。そうきますか。おばあちゃんの大好きな歌手は大月みやこ。でも今日はおじいちゃんが大好きだったテレサテンの別れの予感を熱唱。世代が違う孫たちもこの歌は歌えるんです。中でも次男のおりとくんはおばあちゃん大好き人間。まあ、第二の母じゃないですけど、すごい、はい、大切だし思ってます。やっぱり、はい、一人になっちゃったんだよ、まず。それが一番ちょっと悲しいです。やっぱり何よりも大人になったところを見せてくれ、一番喜ぶかなっておばあちゃんは思いますね。長生きしてほしいよね。はい。いつまでも長生きしてほしいおばあちゃん。悲しみは欲しい。おばあちゃんの笑顔が嬉しい。おじいちゃんはいなくなってしまったけれど、おばあちゃんの悲しい顔はもう見たくない。ただただおばあちゃんの幸せを願う孫たちでした。両親が経営する会社はこの時期になるといろいろと忙しくなってきます。この夏はフィリピン、オーストラリア、カナダの3カ国に8週間行きます。ジムさんは留学生の引率や留学先の手配などで毎年4回ほど約2ヶ月は海外に出かけます。今年もこれからフィリピン、オーストラリア、カナダへ8週間かけて出張するのです。さらに今年の夏には次男、四男、五男もフィリピンへ語学留学に行く予定になっています。気がかりなのは幸子が一人になって忙しくなってしまうことですね。そうなんです。これからの時期お母さんは会社のことだけでも大忙し。そんな忙しいお母さんを助けるために子供たちも家事を手伝います。この日は右京くんが夕食の準備。玄関では末っ子の右龍くんが何やらやっています。何やってるの。あ、靴揃えて入れてるの。それ以外に何がある。失礼しました。偉いじゃん。別に偉くないけど。うん、偉いよ右龍くん。手際よく最後の靴を片付けて。綺麗になったね。塗りますよ。はい、よくできました。一方、右京くんの方は今日のメニュー、ス
パゲッティボロネーズ。楽しみだね、うまくできるかどうか。まずは玉ねぎを炒めて、うん、なんか変だぞ。あ、油敷くの忘れた。ジャギこんな汚い色になってる。なんか、ちょっとオイリーになるけど許してね。ちょびっとよ、ちょびっと。もうなんだと思ってた。やられるっけ。マヨネーズ入れたら。僕取って、僕取って、早く早く早く。油に入れなきゃ。やばい、こい。早く、入れろ、入れろ、入れろ。勉強の時間を絶対お前らの。ガンガン作ってるよ。一食だよ。誰かがミートソースいやいや、わかんない。あー、ウリュー。あ、気分なんだって、結局。そう、ミートソースが嫌いなのはこのお方。なんで口づけしたんキモいなの。アホだろこいつ。やんちゃな性格。一時はどうなるかと思ったけど、とにかく完成しました。いただきます。原型で使われる。うまい。ん、やっぱりウリュウ君の様子がおかしいぞ。今ね、普通に食って自分が嫌いだってことに今気づいた。ん気分によってね、食いたくなった。分かったかな。好き嫌い言ってると損するのは自分だよ。この後イケメン兄弟が虫を。6月下旬のある日、フォーサイス一家は近所の親戚の家に出かけていました。いつもは狭い団地住まい、広い家に来ると子供たちは楽しくて大騒ぎ。子供たちのテンションが上がるのにはもう一つ訳があります。この日はもうじき海外出張へ行くジムさんが無事に帰ってくることを願う送別会と、そのジムさんの誕生会を兼ねたパーティーを親戚たちが開いてくれたんです。ハイテンションな子供たちの横ではお母さんたちがご馳走の準備を、外ではお父さんたちがバーベキューの準備です。いや、それにしても豪華ですね。ジムさんとリト君はバーベキューの火起こしを。このパーティーを開いてくれたのはお母さんのおばさんにあたる伊藤さん夫婦とその息子さん、いとこの広和さん夫婦、そしてその3人のお子さんたちです。あの 外国人の人が親戚になるわけじゃないですか。最初どう思われました？ちょっとびっくりしたのと、外人でしょ、私ら英語話せないでしょ。うちの主人が一番最初会った時に英語を一生懸命勉強してグッドモーニングって言ったらこんにちはって言ったんです。それでもう打ち解けて、それでも子供たちがねたくさんいるから、それでなんとかこうね楽しくさせてもらった。結構今ウリム君とか普通に呼んでらっしゃいましたけど、名前全部分かりました。覚えました。さすがでも フルネーム分かんないですよね。えらい長いけど、あのミドルネーム、うん、イブキぐらいなのかな。アイザック・レナードだったっけ ね、 ね、アルバートだったのかな。アルバートはウリだと思う。青ウリ青なアルバートアトラスアルバートアトラス。そんな話をしているうちにお肉も程よく焼けて、長男有馬くんが乾杯を。乾杯。乾杯。乾杯の後、ジムさんに誕生日の花束が贈られて、みんなでバーベキューのお肉をいただきます。かわして食べるお肉はまた格別美味しいもんです。そんなバーベキューをみんなで楽しんでいると、そこへ突然なんと蜂が乱入。ねえちょっとやばくない、あれ蜂。
中入った。わージムさんが取り逃がした蜂を仕留めたのはお母さんのいとこにあたるひろかずさん。彼は宝斎助の兄弟にとっては兄貴的存在の人なんです。さらに近くに蜂の巣も発見。おじさんがそれを取ってくれます。身が入ってた。お、入っとる。これ食べたら美味しいんだ。蜂の赤ちゃんなんだ。中には蜂の子がびっしり。早速その蜂の子を食べてみることに。まずは長男有馬くんが。カポッといかな。カポッと。そのお味は？いけるよ。微妙な顔。タンパク質。続いて四男。なかなか食べられない。何ビビっとんやお前。食え。これもんじゃないから食ってみや。パクッといけ。パクッと。兄貴分に言われたら行くしかない。いくらでも食える。続いて次男オリト君も。そのお味は？味は食べた。食べた。タンパク質。一方こちらではご近所の方が芝餅を作ってくれています。しば餅とは関東でいうかしわ餅。かしわの葉の代わりにしばの葉を使います。六男の青葉くんもしば餅作りに挑戦。しばの葉で挟んで、はい、出来上がり。できたしば餅は10分ほど蒸せば完成です。食べてみれよ。今暑いけどかな。ジムさん、お味は？ジムさん、こんなパーティーを開いてもらっていかがですか？本当、伊藤さんのご家族にはこのような時間と労力を使っていただき、私の誕生日や私たち家族のためにこのような盛大な会を開いてくれたことは本当に感謝しています。ありがとうおじさん。外国人のジムさんをみんなで盛り上げてくれる、そんな日本流の気遣いが心に染みるひとときでした。この後おばあちゃんの謎の構えとは。おめでとう。さらにお母さん突然の涙。ある静かな夜、宝斎助のお風呂から楽しげな兄弟の歌声が。この平和な光景がまさかあの抗争を起こす火種になろうとは。これ履いて。
大丈夫？大丈夫です。いつものことです。こうして青葉組と瓜生組のパンツ抗争は終結したのであった。そんな豊斎助小学生組は地元のサッカークラブに入っています。そのクラブのコーチは長男の有馬くん。ボランティアで自分も昔所属していたチームを教えているんです。この日はそんな有馬くんの20歳の誕生日。家ではお母さんが真剣な表情で有馬くんの大好物ラザニアを作っています。美味しそうに焼き上がりました。ラザーニアです。ニューハブイ。カレー作るぐらいラザーニア作ってる。カレー。3日に1回ぐらいカレー。家族での誕生会が終わって、20歳になった有馬くんは久しぶりにお母さんと2人きりで話しました。20年だって、もう20年経ったんじゃん、多分で。まあ、嘘みたいじゃね。うん、覚えてるか覚えてないか、わからんのんじゃけど、いおりがね、誰かにいじめられたことがあったんよ。で、いおりが、アリマって呼んだんよ。そしたらアリマが、助けに行った。三輪車乗って助けに行ったんで、伊織が家に帰ってから有馬が助けてくれた。で、有馬伊織助けてあげたんって、うんって、どうやって助けたんだ、うん、三輪車乗ってね、助けに行った。偉かったね。やじけ外人とか言われたことあんたもあるでしょ。ああ、うん、それに相手がさっき俺全然英語喋らなくて、喋ろうって言われても、うん、いや、紙半分なんよ、みんな。いや、人と違うのが嫌だった。みんなと違う。今は普通だけど。だけど兄弟がおってから良かったでしょ。同じ学校にその外人とあんたが言われたんだったら、他の二人も三人もそう言われおるんだなと思うと、なんとなくこう同類がおるけ。うん。まあ、何をするのも一番最初じゃけ、いい手本を見せてやって、よう育ってくれた思うよ。みんなに優しいしね。いや、ええ手本になってやってね。来年は行ってしまうかもしれんけど、来年っていうか近いうちにいなくなるかもしれんけど、いる間中、うん、これからも兄弟の要になってほしいと願うお母さんでした。梅雨も明けた7月の上旬、この日は家族でおばあちゃんを誘って釣り堀へ出かけました。母好きですね、釣りが。さすが釣り好きのおばあちゃん、どっしりとした自然体の構えで魚を狙います。すると早速のヒット、釣り上げたのは見事なヤマメ。はい、釣りました。
そんなおばあちゃんが口火となって孫たちも次々と釣り上げます。あっやったー、クイッ。そんな中、一人だけ妙な声を上げている人が。お母さん、声ばっかり。お母さん、いつ頃声ばっかりで。いつ頃ちょっと、剣道の癖で。あ、そうだ。お母さん、ちなみに剣道何段でしたっけ？3段です。そうなんです。実はお母さん、若い頃剣道をやっていて、その腕前はなんと3段。まさにその構えは、お母さん、それ釣りじゃなくて剣道の構えですね。そうです、正眼の構えです。剣道の正眼の構え。えいやー、ダメだ。お父さん、お母さん、剣道危ない、危ない、危ないね。三段、三段怖い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 。釣れた魚は塩焼きにして、そしてジムさんからおばあちゃんにはお願いが。夏休みいない、海外に、はい、行くから。フィリピン、オーストラリア、カナダ、7週間ごめんなさい。Do your best、頑張って。みんなのことをお願いしますってジムが、はい、日本人のお婿さんだったらあまりこういうことしないですけど。しないね。外国人のお婿さんだから。絶対しない。うん。嬉しいよね、これはね。ありがとう。ジムさんが海外に行くときは、毎回こうして家族のことを頼まれるおばあちゃんでした。その後夫婦はおじいちゃんのお墓にも報告に。ジムさんは、おじいちゃんが生きている頃も出張の度に挨拶に来ていました。日本に来て20年、毎年海外出張で日本にいないことが多いので。父が死んだ時もフィリピンに行っていて、お葬式にも出れず何もできなかったんです。せめて墓参りはと思い、出発の報告をしに来るんです。ジムさんとおじいちゃんの絆は今でも結ばれているのです。そしてジムさんは海外出張へ旅立っていきました。ジムさんが出発し、夏休みに入ったこの日、大家族大斎助に伺ってみると、家の中では何やら大変なことが始まっていました。突然何をしだしたのか、まさか引っ越し。突然でもなくって、まあ、前からダディがいなくなって、ダディがいないうちにちょっとあのこういろいろなものを捨てたりしてすっきりさせようって。ダディは貯めとくのが趣味です、はい、で本当に何にも捨てさせてくれないから、いない時にさっさと捨ててしまうのがそれしかないんです。そうじゃ、その感じだと、まあ実を言うといつもそうなんですけど、まあそれで気が付かないんだからしょうがないですよね。実はそうなんです。物を捨てられないお父さんのいない隙に、いらないものを捨ててしまおうというんです。今や宝斎助の恒例行事。しかし5階に住んでいるので、大きな物を捨てるのも一苦労。そこは男兄弟7人力を合わせます。お母さんも待ってましたとばかりに。これがね、どうもなんか私好きじゃないんです、これを着てるジムさん。これが本当に捨ててほしいものなんですけどね。ないって言ったら怒るけど、でもなくなったらもう覚えてないかもしれないし。これもね、冷めたような色で、なかったらないでいいと思う。これもね、これも捨てたらもういいと思う。今これね、これいいですよね。もう
こういう風にもう20年だからこうなわけです。いや、20年もパンツを捨てられないとは恐れ入ります。しかしこの家にはもう一人物を捨てられない人がいたんです。ダメよちょっと、俺の思い出あ、そんなもんならいい。ダメダメ、いやいいのもあるけど、ほんまにダメなやつもあるんですよ。これがいる、いる、これいる、これいる、これいる、それもいる、それはいらん、もうそれはいい。なんかあれだよね、このプロジェクトさ、あのお父さんのジムさんの血を一番受け継いでるのはアニマ。なんでですか？ジムさんのものを捨てられない DNA は確実にアニマ君に受け継がれました。ほら働け働け、はい、やば、働きアニマ。2ヶ月もの間お父さんが家にいないとなれば、まさにビッグチャンス。この日出したゴミの量はワゴン車3台分。そんな作業を監視する男が一人、その足元を見れば裸足だ。なんだ裸足です。靴履くのめんどい、靴履くのがめんどいじゃん。怒られんじゃないの？逃げた、怒られるぞ。いらないものを捨てる前は雑然としていたリビングも、この通り綺麗に片付いてすっきりした雰囲気に。物で溢れていた子供たちの部屋もすっかり装いを変え、明るく見違えるようになりました。丸1日かかりましたね。まあ かかるもんなんじゃないですか。自分のものも相当捨てられたね。ベッド覚えてろ。ベッドなくても暮らしていけるんよ。暮らしていけるけど、それはね、思い出は自分の中に置いときなさい。それはそうですよ。それはもちろん。リフレッシュしたこのリビングではどんな家族の歴史が刻まれていくんでしょうか。お父さんが長期出張でいなかったこの夏、暑い中で大忙しだったのがお母さんです。ポリト、ポリト、ポリト、ごめん、私行くけ、頼むね。お母さんは一人で切り盛りしなければならない会社の仕事に追われていました。今日の家事を任されたのはポリト君。おい起きろ、おい。オリト君の号令のもと、起きた子供たちが早速取り掛かるのが洗濯。前の日の洗濯物を取り込んだいぶき君。ああ、投げちゃダメ。お母さんが洗濯機を回すのは1日5回、その量は半端じゃない。改めて知るお母さんの大変さ。のはオリト君と四男エイノスケ君。空いたスペースに今日の洗濯物を干していきます。大家族フォーサイス家のベランダに今日もたくさんの洗濯物が翻ります。洗濯が一段落したら今度は勉強の時間。やるねって言っとんだ。ほら閉める。人の数この5人、あれよ、幕府やハンが作った犯罪の防止ネイル。これがないぞ。その場の一番上の者が下の面倒を見る。こうしたルールによって兄弟ならではの固い絆が自然と育まれていきます。あ、じゃあで、これなんていう計算？これ何の終わりなんだ？これやっぱり契約切れがけ。お母さんは夫婦で営む留学斡旋の会社で休む暇もありません。私フォーサイスというものなんですが、あのホームステイ先が決まりましたので、はい、その報告とそれ今から速達でお送りしようと思いまして。お父さんがいない間忙しい毎日が続いています。この日も夕方は一旦家に帰ったのですが、私また行ってくるけんね。子供たちに夕飯を食べさせたらまた会社へ。時差のある海外との仕事、
今日も夜遅くまで続きます。そんなある日のこと、家を覗いてみると、そこにはいつにも増して家事をこなす子供たちの姿がありました。これ一体どうして？今日は何？何？今日は何でしょう？誕生日の日、お母さんの。そうなんです、今日はお母さんの誕生日。そこで少しでもお母さんを楽にしてあげようと、子供たちで家事をすべてしてあげることに。普段ならお母さんが畳んでいるこの大量の洗濯物も、今日は子供たちが。そして日頃の感謝の思いをそれぞれ手紙に書く子供たち。かわいい。俺が料理だ。夕食も自分たちの手料理で祝おうと決め、四男栄之助くんも料理に初チャレンジ。しかし、何よお前、お前そんな言っとくけど、玉ねぎそんな細かくしたらの全部溶けてダメなんですって。もっとでかく切れ。これがやる。右京くんがお手本を披露。こんぐらいどうやった？俺初めてだし。なんか言ってる。まあ慣れない包丁使いで愚痴も出ますが、頑張って栄之助くん。入れちゃいまっか。入れちゃいまんだよ。面白ランキングせーの。わあ豪快。全部割ってるな。あ、割ってないお前。初めてのカレーができました。俺が作っちゃった。うん、美味しくできた。そして夜、仕事を終えたお母さんがいつものように疲れた様子で帰ってきました。それを見て慌てる子供たち。帰ってきたよ。下降りよう今。なんかすげえ行けない。帰ってきたね。マミ、今下降り見たもん俺、自転車で。そして、誕生日おめでとう。戸惑いを隠せないお母さん。ありがとう。そして誕生日おめでとう。ありがとう。お前の後さ、お前作ったんだっけ、勇気って何だ。1000円だよ。うわー本当に綺麗、ありがとう。勇気まだあるよって言った。まだあるよ。はい、ありがとうございます。ほら、大丈夫か。次々とプレゼントが渡されます。ありがとう。ありがとう。まだあるよ。豆が大好きな使えるものを買ったよ。わー、タッパーだよ。タッパー大好き。ありがとう。あとまみ、うん、まだ終わってないよ。なになに、何だと案内された先には、畳んじゃいました。うわー、うそ、できるんじゃん。いやー、まだちょっと待って。できる人たちが畳んじゃう。いやー、今度から頼める。わー、嬉しい。これには大感謝のお母さん。わー、ありがとう。嘘みたいな。本当にこれが気にかかっとったんや。いやー、ありがとう。できるんじゃね。さらに、ありがとう。カードくれる。カードじゃない。ありがとう。手紙。あ、手紙じゃ。小さい順から降りてくる。ウリュウからです。これはマミーお誕生日おめでとう。マミーへいつもありがとう。ウリュウよりって、私がこうピースを。次がね、青葉。お誕生日おめでとう。いつも仕事ご苦労様。ありがとうね。これからもよろしくお願いします。青葉もいい子でいますからよろしくね。僕が大きくなったらマミーの面倒を見る。ありがとうね。よろピクピク。青葉
ように。ありがとう、これで老後も安心じゃ。マミーへ、誕生日おめでとう。最近世話かけてばっかりでごめんなさい。サマースクールじゃけ起こしてもらったり、宿題もそんなにせんかったり、迷惑かけることかけるけ、これからも仕事宿題手伝い、肩もみでも何でもするけ、これからもよろしくお願いします。あと大きくなったら親孝行も絶対します。楽しみにしていてください。親孝行、えのすけ、誕生日おめでとう、いつもありがとう、これからもよろしくお願いします。いろいろ今まで迷惑かけたけど、ご飯とか食べさせてくれてありがとう。これからは少しでも恩返しわー、恩返ししてくれるんじゃ、できるように頑張ります。これからも元気でいてください。僕恩を返す、お前が、うん、偉いじゃん、ゆうちゃん。恩返そうと頑張るにはできんかもしれんけどね。偉いよ偉いよ、お誕生日おめでとう。わー、ありがとう、えーくんの嬉しい。みんなちょっと長文すぎん、こんなの書いてくれる、嬉しいちょっと長文すぎん。いや、私もう涙が出てきました。本当にね、初めてですね、こういう感動的な自分の誕生日って。いや、本当産んでよかったなと思いますね。この夜、最後のサプライズは栄之助くんが初めて作ったカレー。その味をかみしめながら込み上げるのは母親としての喜び。苦労も多いけど、7人の男の子を産んで本当に良かった。お母さんにとって忘れられない素敵な夜になりました。今年の夏も広島に忘れてはならない特別な日がやってきました。家ではお母さんの声が、起きなさい、起きなさい、起きて。そう、この日は夏休み中でも広島の小中学生は学校に行き、祈りを捧げるのです。いらっしゃい。右京、右京、右京、起きて、起きて。右京くんに声をかけ、お母さんはテレビの前へ。右京くんも起きてきました。そして。上旬のこの日、大家族フォーサイス家の子供たちがどこかへ。行った先は自宅から歩いて10分ほどの。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん。そう、おばあちゃんの畑。草がいっぱいよ。作ったスイカがちょうど食べ頃と聞き、畑の草むしりの手伝いを兼ねてごちそうになろうというのです。お前ら雑草とか取るのある？あるよ、あそこいっぱい。これか。スイカが目当てとはいえ、78歳のおばあちゃん一人で畑仕事をする大変さはみんな知っています。額に汗して草むしりを手伝います。お母さんね、もう子供たちが手伝ってくれて、手伝ってね、はいはい、助かりますよ、いつでも。孫たちの優しさにおばあちゃんも大助かり。畑の草むしりが終われば、さあお目当てのスイカの時間です。これはちっちゃいですね、ちょっとだけ。ほら、種類が違うの。音が聞こえる、はい、聞こえる、スイカの音が。どんな音？最初の俺の。あれ、また揉めてる。俺がオリトに渡したやつ。まあまあまあ、いぶきが持っていけと任されたいぶきくん。うわ、マジで。ああ、やっちゃった。絶対も信用できない。ちょっと倒れる。でも捨ててしまうのはもったいないから。わざとじゃないの。プリうまい。ちょっと違う。プリうまい。そりゃそうだよね、おばあちゃんが丹精込めて作ったんだもん。
そして縁側に座り、楽しみにしていたスイカをごちそうに。するとおばあちゃん、66年前のあの夏、広島で体験したことを話し始めました。飛行機に使う油を作るのにね、まず松屋にお取りにね行きよった。その時にね、8時15分にね B29 言ってね、おっぽ引いてね、あーおっぽ引いて通る通る通るって言いよったらね、あのみんなが窓からこう見よったわけ。そしたらね、パカーンって。え、ばあちゃん見えとったん？見た。飛行機見た？飛行機見た。飛行機ずーっとあのおっぽ引いてから行きよったら、あ、これ飛行機から歩いて言いよったら、パカーン言ってから来て、それからもうあのみんなそれぞれ家庭に帰った。で帰る途中にね、雨が降った。黒い雨、黒い雨って言うでしょ、今いい夜だろ。あれ本当に黒い雨が降った。うん、田んぼへね、あの帰るのにね、いっぱいポツポツあの、うん、黒い雨が降った。それでその黒い雨にもかかっとる。え、でおばあちゃん怖かった？うん、怖かった。怖かったよ。怖かった。うん、それで明くる日にはね、あのやけどした、背中みんなやけどしとったり、それね、きゅうりを吸ってね、をつけてあげたり、水くれ言うとしたりね、あそこらには死んだ人もおっちゃった。そういう介護したの。3日ぐらい行ったおばあちゃんはね。そのためにあの何十、52年にね、原爆手帳をもらった。そう言っておばあちゃんは原爆手帳を見せてくれました。待って、原爆手帳ですか？うん、原爆手帳。ばあちゃん今何歳？うん、今78。初めて見た？ちょっと。今年の夏はおじいちゃんの初盆。この日、大家族の子供たちはお母さんと一緒におじいちゃんのお墓参りへ。おじいちゃんのお墓の周りに立っているのは盆灯籠。この地方では初盆の時、白い灯籠をお墓の周りに立てるのが風習だそうです。お前かけるな。そしてみんなで手を合わせます。孫たちの姿におじいちゃんもきっと喜んでいるはず。おばあちゃん、お墓参りを終えた後、寄ったのはおばあちゃんの家。仏壇にもみんなでお線香をあげようというんです。スピード命よ。じゃあ俺が読んでいい？読める？読めるし。え、本当に？金明無量寿如来南無不可。有馬くん、お見事。法蔵菩薩陰に寺財政寺財王仏将。亡くなったおじいちゃんの思い出は？じいちゃんはこんだけ兄弟おってもみんなのことをちゃんと覚えとって、誰が来てもいつも名前を大体間違えずに大体間違えずに言ってくれとったけ、結構すごいと思ってた。来た時いつも食べかけのアイスクリームあげて、ああ毎回痩せたねって言われた。じいちゃんに、うん、話しながらね、二人でカラオケ行こうやみたいな。いつか行こうねって言ったんですよ。孫たちの話にじっと耳を傾けるおばあちゃん。天国のおじいちゃんへのいい供養になりました。広島平和記念公園、園内にある原爆のこの像。毎年ここを訪れる豊斎助にはある目的があります。それはオーストラリアから届く千羽鶴の奉納。お母さんが派遣した日本語教師とその教え子たちが追ってくれたもの、ね、お母さんが派遣した日本語教師とその教え子たちが追ってくれたもの、ね、よかったよかった。オーストラリアから来た。
ててって言われました。実は大家族が住んでいる町内会で行われるソフトバレーボール大会に団地の党代表として参加することになったのです。人数の多い豊斎助はこのような時とかく頼りにされることが多いんです。以前も小学校の PTA 主催ビーチボールバレー大会に参加しました。しかもその時の成績はなんと3位。運動神経抜群のお兄ちゃんたちを中心に実力を発揮、見事な成績を収めた自信もあって、今回代表チームとして出場することに決定したんです。まあ優勝するよ。あれ強敵のあのヒロ君。ヒロ君は強い。うん、私たちのいとこ。そうなんです。バーベキューパーティーを開いてくれたお母さんのいとこ、ヒロ君ことヒロカズさん。子供たちが慕っているあのヒロ君はバレーボール経験者。今回は奥さんともども団地の別の党の代表として出場しているんです。あーもう関係ないスポーツには。いとこも親戚なんだ。こっちはもう兄弟のチームワークで倒すしかない。なるほど。服揃える？赤。赤で揃える？赤が赤い。お前ぐらい持ってるよ。あ、本当？そして晴天となった大会当日。おはようございます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 。調子は？調子は？どうする？調子はもういいですよ。今日は勝つ気満々で。伊藤君、徹夜で？はい？徹夜で？そうよね、確かに。寝てない。頑張ってください。頑張る。通いに行きたい。早速、1回戦がスタート。相手は主婦チーム。パワーで相手を圧倒。しかし反省点も。ちょっとコミュニケーション不足で手こずってしまった。もっと簡単に勝つのが良かった。そんな豊斎助は町内ではちょっとした有名人。試合の合間には主婦チームから質問攻めに。みんな喋るって。18です。あ、フリーターです。一緒。次、三男。右京。はい、何生？高一。はい、これ何人だ。喧嘩するのしないです。予選リーグは2勝0敗。1セットも落とさず勝ち進んだ大家族チーム。さあ、いよいよ決勝リーグでいとこのチームと対戦することに。いとこのひろかずさんは中学時代バレーボール部のエースとして鳴らした男。天敵ひろくんのサーブが取れない。まるで魔球。フライングレシーブ。強烈速攻。財布も1個持っとったけど、財布は2つにしとった方がいいけんね。分けとった方が盗まれるのは1個で済むけんね。分けとったらね、いい。パスポートも準備 OK。 いよいよですね。いよいよです。何日か行くの？3週間だけです。3人の子供たちが語学と社会勉強を兼ねてフィリピンへ3週間。その付き添いで行くお母さんは6日間で帰国の予定。家に残るのはこの4人。
でもしっかり者の長男がいるので安心。この予定はみんな知っているはずなのに。マミーもフィリピン行った。知らんかった。え、マミーも行か行くのよ。3ヶ月うん、6日間、26日に帰ってくる。ダディと一緒に帰ってくるけど。え、知らん、あ、僕知らなかった。知らなかった。え、ウリフは知ってたの。知っとった。聞いた。マミー言ったよね。青葉が聞いてなかった。どうなん、いなくなっちゃうんだよ、マミー。うん。どう、普通。普通、うん。普通という言葉で本当は心細さを隠しているのかもね。入学してどんな感じになって戻ってきてもらいたいですかね。そうですね、あのこう自分のことは自分でできるようになって帰ってきてほしいです。そこにあるのは、早くから子どもたちの自立心を養ってやりたいという親の思いでした。あいにくの雨となった旅立ちの日。しかし大家族フォーサイス家の朝の様子は相変わらずです。うんうん、起きてや、早く間に合わんよ。起きて。そう、早くしないと飛行機に間に合わないよ。置いてくよ。眠いったな、嬉しい。知らんよ、あんたら。だいたい降りても起きてないじゃない。はい、起きてや。お母さん、準備万端で仁王立ち。私は降りるよ。一人降りても何もならん。いらっしゃい。鋭い目線が痛い。結局、我慢しきれず。パジャマでいいよね、俺は。うん、俺は何でもいい。ようやく起きてきた次男オリト君。ほんとみんなマイペース。これも親が望む自立心の表れなのか。なんとか全員が揃い、長男有馬君の運転で出発です。向かったのは広島駅。じゃあね、ありがとうね。フィリピンへ旅立つお母さんと子供たち3人。ここからはバスで関空まで直行です。さて、お母さんたちが出かけてしまった家の中では、長男が弟たちを起こそうとしていました。すみません、お尻出たよ。めっちゃお尻、これどうした？ちょ、アイマだって。イブキたちどこ行ったか教えてほしい。フィリピン。フィリピン行っちゃったよ、もうお前が寝とる間に。え、マミじゃない。マミどこ行ったか知ってる？フィリピン。フィリピン行ったよ、マミは。オリトは？オリトどこ行ったか教えてほしい。フィリピン。フィリピン、そう。エノスケどこ行ったでしょ？フィリピン。そう、ダディは？フィリピン。カナダ。カナダ正解。間違えてるし。ちょっとマミー食べろ。何よ、や、なんか優しい起こし方するんだね。お母さんの起こし方に比べたらすごい優しい。お母さんね、あれダメ。あれほんまいけ、腹立つめっちゃ。確かに違いますね。一番大事なパターン、あれが。今よりちゃんと起きたもんね。今やったらちゃんとこう。なるほど。さすが、起きる。さすがって名付けてるな。すごい。立派なもんだ。なるほど。掃除は三男の右京くんの担当。昼間は高校のクラブで忙しいため、家事を手伝うのはどうしても朝に。着替えた有馬くんの担当はお料理。使うのは冷蔵庫にあった卵とケチャップ。これで何を作るのか。有馬くんが作るのは、一番下のウリュウくんが児童館へ行くときに持っていくお弁当。こっからのポイ。仕上げはケチャップで。ダメだった、サッカーボール。
小学生組の弟たちはお母さんから勉強は朝の涼しいうちにと言われていることもあって、その通りに机に向かっています。青葉くん、そんな体勢じゃ集中できなくない？あ、疲れた。それは疲れるわ。その間、有馬くんのお弁当作りはまだ続いていました。なんとタコウインナーまで。そのウインナーを入れて蓋をすれば、かわいいお弁当の完成。それをバンダナで丁寧にくるんでいきながら、弟の喜ぶ顔を思い描く有馬くん。その顔はまるでお母さんのようでした。はい、元気でいってらっしゃい。次の日、有馬くんが始めたのは瓜生くんの散髪。防災助では節約の意味もあって、小学生組の散髪はいつも有馬くんがやっているんです。もういいや、これで。はい、終わり。散髪前はこんなだった頭もこの通り綺麗さっぱり。そうそう、早く洗わないと。そして夜になった途端、TT 最強。いつもより部屋が広々としているのをいいことにはしゃぎまくる二人。ドーン、ドーン、ドーン、ドーン。そこに有馬くんも加わった。しかし、必死に引き離す有馬くん。ガチ喧嘩。顔怒ってる。はい、シャワー入ろう。そこは手慣れたお兄ちゃん。これで全てが終わり。汗かいた後はお風呂だ。その間、有馬くんは夕食作り。余り物食材で残っていたコロッケを使って、この日の夕食のメニューは、のせる有馬くん特製の卵とじコロッケ丼。人参美味しいもん。うまい。さて、お味の方は。うまいけど。うまっ。お兄ちゃんのお料理の美味しさに食欲も旺盛。マミが作るのとアイバーが作るのどっちが美味しい？アイバーの方がうまい。いいものをいただきました。今のは圧倒的に俺の方がうまいっていう。3人だけでの夕食も無事終了。僕らが一番好きな誰？お兄ちゃん、お姉ちゃんも入れていいや。誰ですか？有馬くんだって。え、こういう子は有馬くん。お、本当に今いるからじゃないの？なんで好きなの？キスしたことがあるから。ないし、ないし。お、ない。キスしたことあるの？お前のキスしたことあるの？
る時間に。おやすみ。また明日。もう寝なさい。30秒だけよ。ドア閉めてよ。その時は。じゃあ電気消します。30秒だけじゃけ。はい、いいけど寝なさい。やっと寝た。これな、あと何時間でしたっけ？え？あと何時間？こういう日が続くんだっけ？あと5日。先が思いやられる。頭の痛い有馬くん。息子の付き添いでフィリピンへ行っていたお母さんが今日は帰国する日。今マミーもダディも何寂しかったりしない？たまにした。した？うん。あ、そう。どんな時？知らん、覚えてない。覚えてるでしょ。えっとね、あ、前ね、俺とウリューしかおらんかった時とか。あ、そうか、お兄ちゃんどこ行っちゃった時。うん。二人だけの時。うん。その時寂しい。うん。どう、今日帰ってくれて。嬉しい。あ、そう。そうか、じゃあ早く会いたい。うん。お土産とか買ってきてくれるの？いつもダディとかがね、オーストラリアとか行った時にいつも買うよ。楽しみだな。あんなにはしゃいでいたくせにやっぱり寂しかったんだね。早速有馬くんの運転でお母さんを駅まで迎えに行くことに。しかし予定の時間になってもお母さんの姿は見当たりません。マミ、クルーズに乗っていません。待ちきれず駅に向かっていくと、おった！待ちわびていたお母さんが帰ってきた。青葉くん手を振りお母さんの元へと一目散に駆け出します。その後を追って末っ子のウリュウくんも。お母さんの手を握り、もう席を切ったように言葉を交わす二人。わずか6日間なのに嬉しさは隠しきれません。そしてここでやっと。一番高いお有馬がおる。ありがとね、有馬。ありがった、ほんまこいつら。ほんまに好き放題やりやがって。野生化しとったよ。ほうなん。なんか食べたいじゃん、あんた。右京からもね。うん、右京から電話が。晩飯は作らんの関係だ。俺は主婦扱いしない。見てここ。久々に子供たち会ってどうですか。いや、懐かしいですね。髪切ったよ、俺。切ったよ。気づいた。あ、ほんまじゃ、ほんまじゃ、ありがとう。ウリュウとか。はい、行こうや。続いてお父さんも空港へ迎えに。外国人ならではのスキンシップで喜びを表すお父さん。お父さんの相手は最悪だね。お父さんも無事帰国。でもいない間にいろんなものを勝手に捨ててしまっている。8週間ぶりに自宅に帰ったジムさん、変わった部屋をどう思うのか。どうした、この家具は。うん、そうか。これだけ広くなったらまた新しい家具が置けるじゃないか。ねえ、この空いたスペースに。それから2週間後、語学と社会勉強を兼ねてフィリピンへ行っていた3人がいろんな経験を積み、自分自身を磨いて我が家に帰ってきました。綺麗になったこのリビングに家族全員が久しぶりに顔を揃えました。そして
会話が弾み、笑顔がはじけ、大家族防災助ならではのいつもの生活が戻ってきました。久しぶりになんか防災に揃った感じがするんですけども、どうですか？やっぱり家族が揃っていいなと思いましたね。 この3人、たった3人なんですけどね、残ってた方が多かったんですけど、もうしばらくしたらこんな長男と次男がオーストラリア行きますけど、やっぱり一緒に行かせようと思います。そしたら一人で行かせるより二人の方がきっと住みやすいし、助け合ってできるし、で行ってるお姉ちゃんもすごく心待ちにしています。本当に早く来てって毎日のようにメールがあって、でお姉ちゃんともメールをしてるみたいで、ああよかったなと。でお姉ちゃんが言ってくれるわけです。こうやったらいいし、やったらいいよとか。それなので本当にたくさん産んでよかったです。オーストラリア人のお父さんと日本人のお母さん、2人の間に生まれた7人の男の子たち、国籍は2つ。いずれ人生の岐路に立つ日が来るかもしれない。でもその時に迷わず英語と日本語が飛び交う生活の中で育んだ自立心を糧にたくましく生きていってほしい。